オデュッセウス、オデュッセウスはギリシア神話の英雄でイタケイの王バシレウスでありゴメーロスの女子誌オデュッセイアの主人公でもある。ラテン語でウリクセスあるいはウルッセウスともいい。これが英語のユリシーズの原型になっている。彼はトロイゼメに参加した他の英雄たちが腕自慢の豪傑たちであるのに大使頭を使って勝負するタイプの知性とされ、 足の速いオデュッセウス、策略巧みなオデュッセウスと呼ばれる。ホメーロス以来、女神アテーナーの超熱い英雄として書かれる。イタケ王、ラーエルテスとアンティクレイアの子で、妻はベーネロペー、息子はテーレマコスである。シンシュポスが父とする説もある。トロイア戦争では、パラメーデースのトンチで、アカアゼイに加勢させられ、アキレウスの死後、その武具を、 ダイアやアースと争って勝利した。また、木馬の策を立案し、赤や勢を勝利に導いた。オデュッセウスの奇襲流離団である、長い期間の旅にちなみ、長い苦難の旅路を、オデュッセイ、オデュッセイアという習字で表すこともある。啓蒙や理性の感知の代名詞のようにも言われ、テオドールアドルのマックス・ホルクハイマーの啓蒙の弁償法でも取り上げられる。彼が難破して、 裸体でスケリア島に漂着したところを助けた純粋無垢の代表としての清らかな王女、ナウシカーに対地されることもある。関係としての理性対愛という対立構造で近世市民社会の論理を語るのにオデュッセウスとナウシカーを対地させた哲学者もある。誕生時にイタケイを訪れていた母方の祖父アウトリコスが孫への命名を頼まれ、自分は今まで多くの人間に憎まれてきた。 オデュッサメのスので、憎まれ者、オデュッセウスが良いと名付けたという。ヘレネーがパリスに連れ去られたことで、メネラオスは、かつての求婚者たちに誓いに基づき、彼女を奪還するのに協力するよう求めた。オデュッセウスは、戦への参加を糸い,い、狂気を装った。信託が予言するには、もし戦に出たならば、故郷に帰るのはずっと後になるということだったからである。オデュッセウスは、 ロバとオウシに隙を引かせ、歩幅が異なるので隙の効率が悪くなる、地に塩を撒いた。パラメーデースは、アガメムノンの妖精により、オデュッセウスの狂気を明かそうとして、隙の正面に、オデュッセウスの幼い息子、テーレマコスを置くと、オデュッセウスの隙は息子を避けたので、狂気の紛争は暴露された。それゆえ、オデュッセウスは、故郷から引き離される原因となったパラメーデースを、 戦争中も憎んだ。オデュッセウスと他のアガメムノンの施設は、スキュロスに赴き、アキレウスを仲間に加えようと望んだ。というのも、彼を書いては、トロイアは陥落しないと予言されていたからである。しかし、アキレウスの母テティスは、アキレウスを助走させ、赤いアゼの目を逃れようとしていた。なぜなら、神託によると、アキレウスは、平穏無事に長生きするか、もしくは、 永遠の名声を得る代わりに若くして死ぬかのいずれかで、あると予言されていたからである。しかし、オデュッセウスは、前に立つ女性たちの誰がアキレウスなのかを見出すことに、成功した。他の女性は装飾品にしか目を向けなかったものの、アキレウスだけ武器に興味を示したからである。さらに、オデュッセウスは、戦のホルンを鳴らし、アキレウスが武器を握りしめて、戦士としての本来の性格を見せるのを鼓舞した。 アキレウスの紛争もまた暴露されたので、アガメムノンダのアカヤ勢に参加することになった。トロイの木馬を立案し、これによって10年間続いたトロイア戦争に終止符を打った。トロイの木馬には、ネオプトレモス、メネラオス、オデュッセウス、ディオメーデス、ピロクテーテース、ショーアイアースなどの猛将たちが乗り込んだ。木馬の準備が完了すると、赤カ軍は、 人命を焼き払って撤退を装い、敵を欺くためにシノの恩だけを残して近くのテネドス島へと待機した。シノのンはトロイヤ人に捕まり拷問にかけられるがギリシア人は逃げ去った。木馬はアテーナーの怒りを鎮めるために作ったものだ。そしてなぜこれほど巨大なのかといえば、この木馬がイーリオス城内に入ると、この戦争にギリシア人が負けると予言者。 カルカースに寄されたためであると説明して、トロヤ人を欺き通し、木馬を戦利品として城内に運び込むように誘導した。この計画は、木馬を怪しんだラオコーンとカッサンドラーによって、見破られそうになが、赤い野生に味方するポセイドウが海蛇を送り込んで、ラオコーンとその息子たちを殺したため、神罰を恐れて、木馬を破壊しようとする者はいなくなった。城門は、 木馬を通すには狭かったので、一部を破壊して通し、アテーナーの神殿に奉納した。その後、トロイア人は、死を挙げて、宴会を開き、全市民が酔いどれ眠りこけた。主演さえも、手薄になっていた。市民たちが寝静まった夜、木馬から、オデュッセウスたちが出てきて、計画通り松明で、テネドス島のギリシア勢に合図を送り、彼らを引き入れた。 その後、ギリシア勢は、イーリオス市内で暴れ回った。酔って眠りこけていたトロイア人たちは、反撃することができず、アイネーアースなどの例外を除いて撃たれてしまう。トロイアの王プリアモスもネオプトレモスに殺され、ここにトロイアは滅亡した。トロイア戦争に勝利したオデュッセウスは、古国イタ系を目指して、航海を開始したが、トロイア戦争よりも長く辛い旅地が彼を、 待ち受けていた。本来彼は北に航路を取るべきだったが、激しい嵐に見舞われて遥か南のリビアの方へと流されてしまった。これが苦難の始まりであり、オデュッセイアで語られるところである。リビアの西部に住んでいたロートパゴス族は、ロートスの木という夏目に似た木の果実を食べて生活していた。漂着した土地を探索していたオデュッセウスの部下たちは、 ロートパゴス族と偶し、彼らから、ロートスの果実、一節には、花をもらって食した。すると、ロートスがあまりに美味だったので、それを食べた部下は皆、オデュッセウスの命令も、傍教の念も忘れてしまい、この土地に住みたいと思うようになった。ロートスの果実には食べたものを、夢の世界に誘い、眠ること以外何もしたくなくなるという効力があった。 このためオデュッセウスは嫌がる部下たちを無理やり船まで引きずっていき、他の部下がロートセを食べないうちに出港した。オデュッセウス一行が一つ目の巨人、キュクロープスたちの住む島に来たとき、彼らはキュクロープスたちによって洞窟に閉じ込められた。部下たちが二人ずつ食べられていくうち、オデュッセウスは持っていたワインをキュクロープスの一人ポリペーモスに飲ませて機嫌を取った。 これに気を良くしたポリペーモスは、オデュッセウスの名前を尋ね、オデュッセウスが、ウキティス、誰でもないの意と名乗ると、ポリペーモスは、お前を最後に食べてやろう、言った。ポリペーモスが酔いつぶれて眠り込んだところ、オデュッセウスは部下たちと協力して、ポリペーモスの目をつぶした。ポリペーモスは、大きな悲鳴を上げ、それを聞いた仲間のキュクロープスたちが集まってきたが、誰にやられたと聞かれて、 ポリペーモスが、ウーティス、誰でもないと答えるばかりであったため、キュクロープスたちは皆帰ってしまった。オデュッセウスたちは、羊の腹の下に隠れて、洞窟を脱出し、船に戻って、島から離れた。この時、興奮したオデュッセウスが、本当の名を明かして、キュクロープスを嘲笑したため、ポリペーモスはオデュッセウスに罰を与える、父、ポセイドンに祈り、以後、 ポセイドオーンは、オデュッセウスの帰還を何度も妨害することになった。ポルペーモスがオデュッセウスによって目をつぶされることは、エウルモスの子、テイレモスによって予言されていたという。ポセイドオンによって嵐を送り込まれ、オデュッセウスは、風の神、アイオロスの島であるアイウリア島に漂着した。アイオロスは彼を艦隊し、無事に帰還できるように、西風ゼピュロスを詰めた革袋を得た。 後悔の邪魔になる荒ぶる逆風たちは別の革袋に封じ込めてくれた。西風のおかげでオデュッセウスは順調に後悔することができたが、部下が逆風を封じ込めた革袋を開けてしまい、再びアユリア島に戻ってしまった。今度はアイオロスは神々の怒りを受けているとし、オデュッセウスを冷酷に追い返してしまった。風の力を失ったので、 オデュッセウス一行は自ら恋で進まねばならなかった。部下たちは疲れきり休ませようと近くの島に寄港することにした。そこは入り江がとても狭く入ることも出ることも容易ではなかった。部下たちの船は入り江の内側につないだが、オデュッセウスの船は入り江の外側につないだ。この島は夜が極端に短く、さらに巨大で腕力もあるダイストリゴネス人が住んでいた。 この巨人は難破した船や寄港した船の船員たちを食べる恐ろしい怪物であった。ライストリュゴネス人は大岩を投げつけて船を壊し、部下たちを次々と丸呑みにしていった。残った船が出港して逃げようにも入り江が狭くてなかなか抜け出せず、もたもたしているうちに大岩を当てられて大破してしまった。この島から逃げ切ることができたのは入り江の外側につないでいた。 オデュッセウスの船だけであり、ダイストリゴネース人によって、多くの部下を失った。多くの部下を失ったオデュッセウスは、イタリア西海岸にある IIA アイアイ島へと立ち寄った。この島には、魔女、キルケイの館があり、強力な魔力を誇る彼女が支配していた。キルケイは、妖艶な美女であり、美しい声で男を館に招き入れては、その魔法で動物に変身させていた。 偵察に出かけたオデュッセウスの部下も例外ではなく、オデュッセウスは部下の救出に向かわねばならなかった。その途中でヘルメスから魔法を無効化する薬、モーリュと呼ばれ、花は乳白色、根は漆黒の薬草で、人間には掘り当てることが難しい魔法の薬草であったを授かり、それを飲んでキルケイの館へと臨んだ。キルケイは キュケオンという飲み物と恐るべき薬を調合して、オデュッセウスに差し出し、彼を動物へと変貌させようとしたが、猛竜の効力により魔法はすべて無効化され、動物へと変身することはなかった。魔法の効かないオデュッセウスに驚き、好意を抱いたキルケイは、動物に変じていた部下たちを元の姿に戻し、次女たちに食事や酒を用意させて、心から歓待し、疲れ切っていた。 オデュッセウス一行もそれを受け入れ、さらに、オデュッセウスとキルケーは互いに恋に落ち、約一年の間この島に泊まることとなった。キルケーとの間に子供も設けた。一年後、古国イタケイの思いが再び起こり、オデュッセウス一行は旅立つことを決意した。キルケーは悲しいんだが、強い思いを持つ彼らを送り出すことにした。その際、冥界にいるテレシアスという預言者の亡霊と、 話すようにと助言した。また、冥界へと行く方法も伝授した。キルケーのおかげで冥界へと足を踏み入れたオデュッセウスは、冥界の王ハーデースの館の前で儀式を行い、予言者テーレシアスを召喚した。テーレシアスは、オデュッセウス一行の旅がまだ苦難の連続であること、しかし、それを耐え抜けば、必ず故国へ帰れることを教えてくれた。オデュッセウスはさらに、 母の霊に、祭祀の消息を尋ねたり、アキレウスやアガメムロンの霊と出会って、幾多の話を聞いたりした。その後、冥界から現世へと戻り、再び IIA アイアイ島へと帰還した。キルケイは戻った。彼に対し、セイレーンに気をつけるように忠告し、オデュッセウスはそれを聞き入れて、IIA アイアイ島から出発した。セイレーンは美しい歌声で高校中の人を惑わし、遭難。 ナンパさせる会長であった。セイレーンのイルカ域を通る際、オデュッセウスは、キルケーの忠告通りに船員には、ローで耳栓をさせ、自分の体をマストに縛り付けた。一人だけ、セイレーンの歌が聞こえるオデュッセウスが暴れ出すと、歌に惑わされていると判断して船を進め、オデュッセウスが落ち着くと、もう安全であると判断し、一説には、オデュッセウスは単に歌が聴きたかっただけとも言われる。 歌を聴いて惑わせなかった人間はいないことを自慢に思っていた彼女たちはオデュッセウスを引き込めなかったことでプライドが傷つき海に身を投げた。セイレーンのいる海域を乗り越えたのもつかの間次の航路の先には渦潮を起こして船を沈没させるカルグギスの潜む海峡か六本の首で六人の船員を喰らうスキュラの生息する海峡かどちらかを選ばねばならなかった。 キルケイの助言では、スキュラを選ぶべきである、ということであった。理由としては、カルグディスによって、船が沈没させられたら、全滅してしまうが、スキュラなら6人が死ぬだけだからだ。キルケイの助言通り、オデュッセウスは、スキュラの海峡を選び、海から現れた6本の狂犬の首によって6人の部下たちが食われることになった。この間、オデュッセウスは恐怖でただ見ていることしかできなかった。 スキラの海峡を乗り切ったオデュッセウス一行はイタリア南岸にあるトリナケ島にたどり着いた。この島では太陽神ヘリオスが家畜を飼育しており、テイレシアスからもトリナケ島はあまりにも危険であるから立ち寄るべきではない。立ち寄ってしまっても決して太陽神の家畜には手を出すなと忠告されていた。しかし部下があまりにも疲れ切っていたので仕方がなく、 休息のために上陸することになってしまった。この時、嵐によって1ヶ月も出港できなくなってしまい、食料が尽きてしまった。空腹に耐えかねた部下の一人が、ヘリオスの家畜に手を出してしまい、立派な牛を殺して食べてしまった。これに怒り狂ったヘリオスは、神々の王ゼウスに船をナンパさせるように頼んだ。ゼウスは嵐を呼び、やっと出港できた。 オデュッセウスの頑強な船を雷帝によって粉砕した。船は避け、船員たちは海に投げ出された。オデュッセウスは大波に流されながらも、岩にしがみついた。すると、渦潮によって獲物を喰らう怪物、カルブディスによって、船の残骸が丸呑みされるを目撃した。カルブディスは、船の流骨を吐き出し、オデュッセウスはそれにしがみついて、9日間も海を、 漂流する運命になった。部下は全員死亡した。漂流して十日目に、海の女神カルプソウの住まう島にオデュッセウスは流れ着いた。そこは、故郷からは途方もなく遠い場所だった。カルプソウはオデュッセウスに一目惚れし、彼に愛情を注ぎ、七年の間、オデュッセウスと共に暮らした。カルプソウと愛を育みながらも、 オデュッセウスは故郷への思いを捨てきれず、毎日涙を流す日々であった。このことを哀れに思ったアテーナーは、オデュッセウスを帰郷させるべく行動を開始した。カルプソーの元を訪れ、オデュッセウスをいたけへと返すように促した。オデュッセウスのことを愛していたカルプソーは、悲しむが、オリュンポスに住まう、神々の意志ならばと、しぶしぶ同意し、オデュッセウスの船出を見送った。ポセイドオンは、 海の女神とアテーナーの支援を受けて、順調に故郷へと船を進めるオデュッセウスを死にすると、怒りで胸を焦がした。息子であるポルペーモスの目を潰された怒りが、収まっていなかったポセイドオ,オーンは、三砂の矛を海に突き刺し、嵐を巻き起こして、オデュッセウスの船を破壊した。大波に飲み込まれたオデュッセウスは死を覚悟するが、海の女神、レウコテアーがこれを哀れみ、 つけたものは決して溺死することのない魔法のスカーフを彼に授けた。オデュッセウスはそれをつけ、海中に潜って、ポセイドオンの怒りをやり過ごした。ポセイドオンが去った後、アテーナーが風を吹かし、海上に漂うオデュッセウスを、パイエケス人の国へと運んでった。オデュッセウスは浜辺へと打ち上げられ、そこで、パイエケス人の王女であるナウシカーと出会った。 彼女はオデュッセウスをパイアケス人の王宮へと招き入れた。アテーナーの手引きもあって、パイアケス人の王はオデュッセウスに、卑怯のための船を提供することを約束すると、協議会や主演を開いた。そこで、銀遊詩人が、トロイア戦争の栄光の物語を語り、オデュッセウスは思わず、涙を流してしまう。オデュッセウスは、自らの悩み分を明かし、 今までの苦難や数々の冒険感を語り始めるのであった。パイエケス人のおかげでオデュッセウスは故郷へと帰国することができた。故国イタ系では妻、ベーネロペーに多くの男たちが言い寄り、その求婚者たちはオデュッセウスをもはや亡き者とし、扱い、彼の領地を散々に荒らしていた。オデュッセウスはすぐに正体を明かすことをせず、アテーナーの魔法で、 ミスボらしい老人に変身すると、好き放題に暴れていた求婚者たちを懲らしめる方を考えた。ベーネロペーは、夫のルスの間、なんとか低層を守ってきたが、それも、もう限界だと思い、オデュッセウスの号泣を使って12の斧の穴を一気に、射抜けた者に嫁ぐと皆に知らせた。老人に変身していたオデュッセウスはこれを利用して、求婚者たちを罰しようと考えた。 旧婚者たちは矢を入ろうとするが、あまりにも強い弓だったため、弦を張ることすらできなかった。しかし、老人に変身したオデュッセウスは弓に弦を華麗に張ってみせ、矢を射て十二の斧の穴を一気に貫通させた。そこで正体を表したオデュッセウスは、その弓矢で旧婚者たちを皆殺しにした。旧婚者たちも武装して対抗しようとしたが、歯が立たなかった。こうして、 旧婚者たちは死に、その魂はヘルメスに導かれて冥界へと下っていった。ペーネーロペーは最初のうちはオデュッセウスのことを本物かどうか疑っていたが、彼がオデュッセウスしか知り得ないことを発言すると本物だと安心して泣き崩れた。こうして二人は再会することができたのである。父方母方。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。